い、こんにちは。こういうキャラになってしまいましたが、友情盛り上げたいです。よろしく。前半楽しんでいただけました？よし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 、ナイスナイス。それでは真面目にいきましょう。後半、友情盛り上げたい演劇演舞、長良川の戦い、道さんの運命はいかに。3分の1を領し、義理と人情に厚い豪の武将、氏家直元。今回は殿お守りいたす。かかってまいれ。武将人気堂々の上位、後に本能寺にて第六天魔を討ちし、明智光秀。我こそは明智十兵衛光秀なり。道三様必ず終わりへ逃がしてみせる。道を塞ぐ者は死。武将知名度は低いが、存命中には織田信長の身の信仰を防ぎ切った斎藤義辰。我こそは身の回る罪悪し斎藤義辰なり。道三がいずこ西へ正代使わず。道三が弟であり義辰の参謀永井道俊。今はわしらのものぞ。信長なんぞに私なるわけ。そして拍手の準備、拍手の準備。下克上の象徴とされ、油売りから戦国大名にまでなった美濃のまぶし、斎藤道三。心臓をさぶるハゲタカどもへ、ルヌラには指一本触れさせに。大結成6年、新たに進化を目指す岐阜城盛り上げ隊が威信にかけて総力を挙げて盛り上げをいたす長良川の戦い、今ここに決戦。おお。あ、父さん発見。こんなとこにおったか。一年、貴様の差し金か。義辰に根も葉もないことを言う。うるせえ。お前に何がわかる。美濃の安寧のためと称し、義辰様は時頼明の息子だと風評し、人を人と思わず、家族を家族と思わず、己のためだけに生き、義辰様がどれほど沈黙いたしまいったか。しかも尾張の信長にこの美濃を託すとは、もうすとはな。やはり主はたわけよの。わしは皆が申す通り、今まで好き勝手に生きてまいった希代の悪人、美濃のまぶしと呼ばれてまいったが、それはすべて美濃国の民のため、そしてこの乱世を生き抜くためである。何とでも申すがよい。お前はここで死にさらせ。義辰様、ご決意をお願いいたします。道三殿に一つ尋ねたいことがある。
何故に私がそこまで憎いのか、そしてなぜそこまで憎いのであれば私が生まれた時に殺さなかったのだ。私はこれで今まで耐えてきたその辛き日々はこの身の食える者としての試練であり、いつの日かあなたに一人の息子として弟たちと同じように愛してもらえることを願い、自分の子が殺せるわけなかろう。わしはそなたの器量を見誤った。体格の割には書物が好きであり、虫や花をも助ける心優しき男。この乱世を生き抜くためには残酷さが足りぬと思うておった。わしの亡き後を考え、時折明殿の息子だと風評いたしたのだ。それごと申すな。父上、よい会をしたつ。よくぞ兵を挙げた。わ、さすが我が息子ぞ。だがわしはそなたに試練を残し、この世を去ることにいたす。信長に美濃の譲り城を光秀に渡した。そなたよりわしが見込んだ我が娘婿じゃ。憎いか。憎いであろう。憎いのであればこの身の守り通してみよう。義立、最初で最後の褒美を使わす。わしの首を跳ねよ。義立様。うわあ、父上、これにて美濃国史上における最大の親子喧嘩が終幕する。義立は美濃国の再編に尽力し、戦国大名としての基礎を築く。そして美濃の安寧に努め、織田信長の侵攻にも耐える。だが1561年、義立35歳の時、突如として病に倒れ、急遽することとなる。道山の託した美濃国、これより娘婿の織田信長が義父と改め、天下の足がかりといたす。はい、フライングじゃ。この度はわしが歌うんじゃなく、我が花にしみついて歌う。わがちゃんの掛け声はみっちゃんじゃ。よろしく頼むぞ。君が望むならみっちゃん、命をあげてもいい。みっちゃん、恋のためなら悪魔に心を渡しても悔やまない。その瞳、僕のもの、その体、君のもの。太陽が二人は愛を永遠に刻もう。大きな声で望むならみっちゃん、それはしないさ。みっちゃん、恋のためなら恐れはしない。情熱の本能寺。もう一度同じようにお願いいたします。
噂のつぶてもみっちゃん、体を張って愛する君よ、赤い血が燃えるよ、この笑顔、その笑顔、僕のもの、僕のもの、この姿、この君のもの、恋のためなら恐れはしない、情熱の本能寺、ありがとうございました。すいませんでした。これにて退避いたします。失礼しました。ありがとうございました。